米国株の朝のニュースです。1月の20日土曜日です。今日もヒートマップはいい色ですね。新ニーサを持ってても心配な方へ、このチャンネルは米国株市場の全てを網羅してますので、何が起きても理由がわかるため心配する時間が大幅に短縮できます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは米国市場にズームイン。はい、ジャックジャーン。まずはこちらからです。米国株ホルダーの皆様おめでとうございます。S&P500 が2年前の最高値を更新しました。4818を超えて、4839.8 となりました。ここまでこの利上げ期間耐え忍んだ皆さん長かったですね。しかもただ超えただけじゃないんですよね。これテクニカル分析で最強の形と言われているカップウィズハンドルをね達成してるんですよね。はい、これ日柄調整とかありますけど、この間ぐーっと下がってね、それから本格的な上昇、一回落ちて上昇して、そして高値を迎えるというね、完璧な形じゃないですか。はい、新たな価値を市場が評価し、どこまでも上がっていきそうです。NVIDIA も最高値の、500ドル付近を超えてからね、もう一気にね上昇しました。今年はすでに 20% 近く急騰しています。はい、そして S&P500 がね強すぎる副作用としてちょっと出てるのがですね、FOMC での3月の利下げ予想、これがですね微妙に、消えてですね、次は5月が、利下げ予想と、なってしまいました。はい、それではねこの強さの理由を見ていきます。はい、ジャッカジャーン。こちらのチャートはですね、一番下が SP500、そしてナスダック、そして SOX、半導体の指数となってますけども、この SP500 の上昇を引っ張るのがナスダック、そしてこのナスダックを引っ張っているのが半導体ですね。この半導体は近似て、カップウィズハンドルをね、達成しているというような状況になっています。はい、そして昨日の決算で、半導体の、ね、製造、まあ、ファウンドリー最強の TSMC の、決算でですね、9.8% 大きく株価、上昇しましたけども、ここで CEO は、2024年増収率は 20% 台前半から半ばになる見通しを示し、37ナノ、最先端半導体が好調で、今年は健全な成長を予想していると、今までね、結構悪かった見通しがね、良くなりましたね。はい。そして AMD とかもこれを受けて25ヶ月ぶりの、高値更新となりました。で、その後ね、アフターでね、さらにね、湧いた、状況がありました。はい。今、NVIDIA をはじめデータセンターなどがすごく、盛り上がっていますけどね、スーパーマイクロコンピューター、ここがね、今日ね、どんだけ上がったかというと、SMCI。はい。35.94% もね、めちゃめちゃすごい、上昇を見せたんですね。はい、これで半導体株がさらに、ヒートしたという状況なんですけども、ですね、この Q2 の売上見通しとかね、情報修正してます。36.5 億ドルということで、従来予想28億、コンセンサス 28.4 億を大きく超えました。そして、EPS 5.475 ドル、従来予想の 4.64 とかね、このあたりもね、大きく超えてきたということでね、めちゃめちゃ強かったです。バークレイズは、通年の売上高が140億ドルを超えていることから、SMCI1 月下旬の報告ではね、24年度ガイダンスさらに増加するんじゃないかとね、言っています。はい、今データセンターものすごい投資ですね。AI に皆さん置き換えていってるんですが、全体の4分の1を1年間にね、置き換えるとも言われていて、ものすごい市場なんですよね。NVIDIA がいくらチップを作っても追いつかないし、まあこういうデータセンター関係ね、スーパーマイクロコンピューターとかもね、この業績からはね、盛り上がりが感じられます。はい。そして、こういう、コメントからもその裏付けが、感じられるんですけども、こちらメタの、マーク
ッカーバーグさんですね、NVIDIA の H100 を35万枚導入ということで、これは一番安い価格で購入しても90億ドルもあるということで、メタのインフラには今後は60万個の H100 が必要になるんじゃないかなとね、いうことを言ってます。はい。そしてですね、2023年の半導体売上ランキングというのも発表されていたんですけども、はい、この表ですね、まあこれと別にですね、あの23年の決算の売上高は、インテルが528億ドル、NVIDIA 449億ドルなんで、まあ今年抜くんじゃないかなとね、いうとこです。この半導体売上ランキング、インテルが、3年ぶりにトップと、なっています。調査会社の、ガートナーによると、メモリベンダーはね、落ち込んで、前年5位のマイクロンはトップ10外へ、そして NVIDIA が初のトップ10入りということでね、5位に NVIDIA、入ってますね、AMD は7位です。そしてね、もう今年ね、これも、まあ、NVIDIA トップになるんじゃないかなと思いますけども、一覧表のね、この成長率ね、みんな結構、やっぱ半導体ね、きつかったんですけどね、あの NVIDIA だけがぶっちぎりのね、この 56.4% の、プラスとなってるんですね。はい、ということでね、この半導体、まあ、NVIDIA がですね、このアメリカ株、世界の株のね、中心にいて、それをね、全体をね、底上げしてくれているというような状況です。 AI の需要まだまだ続きそうです。はい、ジャッカジャン。それでは人気株のニュースと決算の予定など見ていきますけども、まずはアップルですね。ビジョンプロの仮想キーボード、どんな感じか気になりますね。2月2日発売になります。今日はね、みんな上昇しててね、1.55% アップル上昇してますというところで、こちらですね、ギズモードジャパンさんの、記事ですけどね、仮想キーボード、このね、メガネをかけてね、こういうのが空中に出て、指でね打つとタイプできるっていうね、もうなんか未来的な感じになるんですけども、これね、あのまだ実装されないみたいですね。今指一本方式ならいけるみたいですね。でも楽しみですね。ただこのビジョンプロですね、 YouTube とか Netflix、入ってきたら面白いんですけど、専用アプリね投入しないということなんでね、ちょっとアゲンストの、風が吹いていますね。そして、この株式市場全体上がっていくかは、来週からのね、またビッグテックの決算、ここがねどうなるかっていうの大事ですよね。水曜日は、テスラが、ありますね。ネットフリックスは火曜日とか、インテル木曜日ですね。そして再来週の30日からがマイクロソフト、アルファベット、ここがでかいですね。火曜日に、あります。はい。そしてアップルとかメタも、2月1日の、木曜日ですね。とにかく米国株が1月末までにプラスで終わると、なるとですね、1年間プラスで終わる確率 89% となるんで、来週のねテスラの決算、ここをね、まあ、結構大事ですよね。はい。そして、今ですね、テスラすごく心配な状況ですけどね、前回決算報告後にテスラはですね、なんと 9% も、下落していたんですね。今日はどうでしょう、テスラ。はい、若干プラスですよね。0.15% ひどいチャートなんですけど、なんとか今日は下げ止まったかなというところです。はい。イーロン・マスクさんとその一味が、24年生産予測と利益率の見通し、なんというのかね、楽しみですけど、 EV 今もう誰が見てもそうですけどね、あのヒートマップも真っ赤っかなんですよね。モルガン・スタンレーの、自動車宇宙調査部門の責任者の方はですね、 EV の世界的な見通し、引き続き弱含みの兆しが見られるとね、いうことをおっしゃってましたし、ドナルド・トランプ大統領がもしも再選されるとですね、今税控除とかいろんなやつあったのをね、あのバイデンさんが出してたのをトランプさんが消すだろうとね、いうことで、電気自動車結構ね厳しい
立場になるんじゃないかなというのも、ちょっとね、未来が暗い理由の一つですね。まあ、充電ネットワークのね、問題とかもね、ありますよね。ステランティスの CEO は、EV の値下げについて、コスト状況を無視して価格を下げるだけなら、大惨事になるとね、言ってます。値下げしてもね、まあ、実質やっていけるのはね、電気自動車では、テスラと BYD ぐらいじゃないでしょうか。はい。そして今日はね、フォードの150ライトニング、電動ピックアップトラックの生産削減に準備というニュースもありました。はい。フォードもね、下がってますね。ひどいチャートですが、今日はね、1.9%。まあ、お祭りですからね、上昇しました。はい。じゃっかじゃん。じゃあ次はですね、経済指標とかを見た後に今日の指数どうだったか、見ていきますか。ミシガン大の発表した消費者の、指数なんですけども、信頼感指数とかね、これはね、期待インフレはね、予想を下回ってるんですが、結構ね、いいんですよね。これ、まあ、予想をどんどん超えてきているという状況で、消費者が経済とインフレ低下に対する自信を深めておりますと。調査によると1月の測定値78.8で、21年7月以来の高水準で、前年比ではなんとね、21.4%も、上昇を、しているということですね。はい。そしてこちらね、ニック・ティミラオスさんの、ツイート、まあ、ポストですけども、1年先のインフレ期待、1月に 2.9% と3年ぶり低水準に低下と。これ2020年、この辺コロナがあってぐわーっと上がってね、今ここに戻ってきたよとね、いうところですね。コロナ前よりかはまだ若干高いは高いんですが、ここからはね、はるかに低下したということで、経済が成長、正常に戻ってきてますね。で、5年先インフレ期待、ここはね、2.8% で安定ということです。そしてこのセンチメントを、改善させて大統領選挙に臨みたい、バイデン大統領などですけどね、7万6千人の借り手に対する49億ドルの学生ローン免除と発表ですね。現在370万人、1360億ドルものローンを帳消し済みということなんで、まあ、これほんのちょっとですけどね、消費者団体はもっとね、減らせと圧力かけてるみたいですね。4000億ドルを取り消す計画はさすがにでかすぎて、昨年最高裁判所に、阻止されています。そして、見通し、まだね、大丈夫だよということで、アメリカンエクスプレスの、CEOがですね、発言されてまして、支出は堅調、延滞は2019年より減少しているとね、いうことをおっしゃってますね。はい。景気後退は必ず起こるんですと言ってまして、不況のいいところは必ず回復するとね、いうところで、今回復のところでしょうかね。そして、ただね、まあ、住宅ね、今どん底ですね。全米不動産業者協会によると、23年住宅販売、95年以来の、最低の年となったということですけど、こちらもね、もちろん回復してくるでしょうね。はい。そして、実質 GDP 成長率は、1月19日時点で 2.4%、まあ、横ばいの1週間と、なってますね。はい。そしてね、まだね、今度ね、金利の話題ですけども、つなぎ予算、心配されてましたね。政府の閉鎖などがないのかなというとこですけどね。こちらは、まあ、承認されたということですね。3月1日と3月8日までの予算が、承認されました。ただね、ギリギリでね、共和党下院は賛成107、反対106ということだったんで、1票差となってるんで、またね、これ3月初めが期限、予算承認なんで、2月末ぐらいにね、金利が上がってくるかも、知れませんね。はい。そしてね、この金利の、まあ、リスクというところではですね、こちらゲームオブトレードさんの、ポストなんですけれども、はい。ちょっと日本語にして、アメリカの債務総額の、対 GDP 比は、65年で 150% から 350% に、上がったよということで、これね、財政の無責任さは最高の状態ということなんで、まあ、ここから見ると、まあ、議会、どうかなというとこですけど、まあ今もうどこの国もこんな状態ですよね。まあ、アメリカのね、国債は金利が高かったからね、それを支払い続けるとね、日本とかとは比べ物にならない金利だから、結構大変な気もね、しますよね。はい。まあ、
米国株、今日は S&P500 最高値で上昇しましたけど、こういう時こそですね、何か起きるんじゃないか、まあ、株に限らず日常的なこともですね、何が起きても大丈夫なようにね、気を抜かないことが、大切かと、思います。はい、じゃかじゃん。じゃあ、金利ビックス指数見ていきますけども、ドル指数は今日若干下がりましたが、まだ103と、強いですね。そして、10年利回りは今日は久しぶりにちょっと下がりましたが、まあ、年初からですね、じわじわと上がってきてるところです。4.124 ですね。はい、今後どうなるのかなというところでございます。はい、そしてドル円は148円ということで、まあ、やっぱ新ニーサとかのね、影響もあるんでしょうかね。どんどん、外国株を買ってるということで、円が安くなるんでしょうかね。はい、年間7兆円ぐらいで毎年行くと結構な額に積み重なっていっちゃいますね。はい、恐怖指数は、下がりました。まあ横ばい的な感じですね。まあ一時期はね30とか超えてひどかったんですけどね。はい、まあここら辺も落ち着いてきてますね。そして、利上げ利下げ予想ね、3月は利下げなし、5月からですよと変わりました。そしてここはね、恐怖と欲の指数一気に上昇して、またエクストリームに突入しそう。まあ来週ね、イベントがそんなにね、まあ決算はね、ありますけど、経済指標の方は PCE があるぐらいでしたから、まあうまくね、乗り切れば、ここまでぐわーっとまた行くんじゃないでしょうか。そして、逆イールド、気になるところですけどね、ゼロに向かって急激に、解消していってたんですけど、ここがまた、深くなったんで、これまだ中間半島期間はまだ大丈夫そうな、感じですね。はい、そして、実質金利なんですけども、こちらね、今日ミシガン大の、経済指標でですね、期待インフレ率が低下してましたけど、実質金利は、10年利回りとかよりももっとね、影響がある企業にあるんじゃないかというところで、名目金利から、期待インフレ率を引くと実質金利になるので、期待インフレ率が減るとね、実質金利がどんどん上がっていくんで、それでね、早く利下げしなきゃというお話もあるんですけど、今のところはまあそんなにね1月は変わってないかな、安定してるかなという実質金利ですね。はい、そしてあとは、まあ今日の1日の指数の動きなんですけども、まあスタートからぐわーっとねずーっと上がり続けて、ものすごいね勢いでした。はい、ナスダック結構上がりましたね。全体的に上昇、特に大型株のグロースが強いということです。小型株の、ちっちゃいところもね、今日は頑張ってますね。はい、ここのところダウとね、小型株が調子悪かったんですが、今日は、いいですね。はい、そして、最終的にダウジョーンズ、1% 上昇ですね。S&P500 1.23 上昇。ナスダック総合は 1.7%、 ナスダック100の方がもっと強いですね。 1.95、 小型株ラッセル2000も 1% の上昇となりました。はい、欧州はまあほとんどプラマイゼロで終わったみたいですね。はい、じゃあここまで見てですね、いいねチャンネル登録、まだの方はですね、ぜひとも、よろしくお願いします。はい、今からね、使用するスプレッドシート、米国株市場全体が一瞬で把握できるようになってますけど、今週の決算も、まあ日曜日までにはですね、スプレッドシートに入力して、更新しようと思います。ここはノートでね、手に入れることができますんで、よろしくお願いします。そしてね、チャンネル登録者数1万人突破したので、企業様そろそろ案件くれたりねするのかなと期待してますんでね、こちらも、よろしくお願いします。はい、ジャッカジャーン。じゃあスプレッドシートでマーケット全体を見ていきますね。今週はね、もう下がったり上がったり、歴史的に、マーチン・ルーサー・キング牧師の祝日の週は、下がるんですけど、後半ね、盛り返してきましたね。そして、今日は、ドルは、ここにある通貨に対しては弱かった。
ビットコインは今日はプラス、イーサリアムも 0.8% のプラスですが、1週間ではビットコインマイナス 3%、 1ヶ月ではねマイナス 5% ですが、3ヶ月ではプラス 39% も上がっているということで、今後 ETF も承認されてどうなるのか楽しみなところですね。そしてこんな記事が出てました。こちらはコインデスクさんですね。ビットコイン ETF 始まったばっかりですけど、運用資産残高すでに銀の ETF を大きく上回ると出ていますね。はい、こういうポストしましたけどね、金対銀対ビットコインなんつって、 ETF で言えば金950億ドル、銀110億、ビットコイン300億ドルということで、これはねすごい勢いですね。ただまあ財務的背景などがね仮想通貨にはないので、機関投資家さんね、年金基金とかね、こういうところがね入ってこれるかどうかはねまだわからないんですが、入ってきたらねさらに行って、これ金とか抜いちゃうぐらいのなんか勢いですね。はい、どうなるんでしょう。そして、今日は指数良かったけど、まだラッセル2000小型株だけはへこんでますが、大統領の年は、2000年以降は必ずラッセル2000が SP500 を上回るということなんで、みんなねこれ高値、3% 圏内にあると緑なんで調子いいんですが、ラッセルだけはねまだなんで上値余地があるのかもしれませんね。はい、今日は良かったね。全米全世界も上昇と、フロンティアマーケットは、そんな元気ない、新興国は上昇なんですが、中国新鮮指数はマイナスの 0.9% となってます。そして、今日はねインドの小型がマイナス 1% も、下がっちゃったんですけどね、これじゃないな、これだ、インドの、お話で、こういうポスト、しました。ゴールドマンサックスがインドの、インド人の年収を予測してまして、1万ドル超えると富裕層ということですけど、2015年は2400万人、23年は6000万人になって、この時点で 4% の方が1万ドル超えたということで、そして27年は1億人になるだろうということなんですね。そして若いですね、14億人のうち 33% が20から33歳とめちゃめちゃ働き盛りなんで、もうこれインドの方は人生イージーモード突入かとね、いうとこですね。そして、中国はね代わりにまあどん底に突入しているという状況なんですけどね。上海総合指数、3年8ヶ月ぶりの安値ということで、今日は 6.3 兆円の市場損失がね、なんか出てきているので、ブローカーは空売りをね、停止するということで、中国で一番大きい証券会社が空売りをね、禁止したりしてましたね。昨日は国がねもう ETF 買ってるぞとねいうような報道が、ありました。憶測ですけど、まあ間違いないんでしょうけどね、まあ、中国株それでも下げが止まらないということですが、まあ不動産をはじめとしたバブル崩壊は日本みたいに時間がかかるのかもしれません。はい、でインフレはね今日も下がってね、もう安値圏突入ですね。はい、債券は高値圏に入ってますということです。はい、そしてセクターは、今日は中国 CF 0.5% なんとか上昇しました。はい、これひどいですね。1年で 60% マイナスです。はい、あとはですね、まあまあですけど、ディフェンシブな生活必需品と攻撃がマイナス。相変わらず情報技術と半導体が強いですね。半導体は、1週間で 8% ぶっちぎりの、上昇を、見せた1週間となりました。マグニフィセント7ではやっぱり NVIDIA がね 8.3% とね 7% がめっちゃ強い上昇ですね。今日も 4.2% も上がって、この前500ドル突破したらねもう600ドルですよ。このチャートね、これすごいな。もうマグニフィセント7、テスラちょっと拝んでますけど、みんな右斜め上向かって一直線ですね。はい、ここは強いな。はい、そしてミーム株今ね売られてます。はい、年末のクリスマスラリーが終わったらやっぱり実力のある株が買われてる傾向が鮮明になってきてます。はい、情報技術セクター今日は全部上昇です。すごい。データドッグが、一番強い1週間で 6% 上昇です。そして、スーパーマイクロコンピューター今日 36% も上昇で、これはねすごいですね。はい、出来高のいつもの6倍は、あるということです。はい、
とね、あとはサイバーセキュリティはまあいつも強いですね。半導体がいつの間にかもオールグリーンでね、特に強いのが ARM とかね、AMD などが、強いね。 AMD 今週 19%、 TSMC 13%、 ARM も 12.3% ね、強いところが強いですね。今年はインテルが期待されてますよ。はい、そして AI は、シンボティック倉庫の AI の、企業が今日は 5.6% 上昇ですが、1週間はね結構やられましたね。まあこの辺怪しいところがありますので、新興国株企業なんかも、今週はきつい1週間となりました。やっぱ大型株ね、ガファムが強かったんですね今週はね。はい。で、あとマイクロソフトがですね、アルトマンさん、オープン AI の CEO ですけどね、工場を作ろうかなとね、お金を集めてようとしてるみたいですね。それとちょっと言い忘れてましたけど、NEC の、銀行支援の、まあ、企業ですね、まあ、ウェルズファーゴなんかも入ってますけど、今日マイナス 1%、視聴者さんもね、気にされて塩漬けの方、いらっしゃいますけどね、340万ドルで CEO が株を売却してますよというようなニュースもあって、今週は 9% も、下がってしまったんですね。はい、金融が今週結構下げてました。はい、そしてはい、行きまして、ヘルスケアまで行きましょうかね。はい、ジョンソン&ジョンソン、こちらは膀胱がん治療法のバルバーサの、承認が、行われたといういいニュースがありました。はい、強いですね。この3ヶ月ではイーライリーリーとかジョンソン&ジョンソンが、上昇を見せています。はい、そしてですね、あとはワクチンは1週間は結構売られましたね。それで小型株なんか、このね、ドクシミティなんですけ、あ、違う違う、うん、あ、違う、ドキュサインだ、ごめんなさい。ドキュサイン、ちょっとね、戻るとね、金利上昇再表明した場合にリスクが高い銘柄ランキングで JP モルガン出してましたけどね、ドクシミティじゃないね、ドキュサインが、候補に挙げられてました。はい、そうですね、ドクシミティはまあ堅調ですね、3ヶ月でプラス 37%、となってますね。はい、そして、次は資本財に行きますけど、ゾメトリーも、1週間 9% と強かったですね。輸送とか製造は今週は、まあ、あんまり上がらない、下がった1週間です。航空は、まあ、調子悪かったですね。そしてスピリットジェットブルーの買収のお話ですけど、取引阻止の裁判の決定でね、出てましたけど、まだ諦めないようにね頑張るのかなというところでね、ハワイアン航空今日 1.4%、上昇しました。今日は西部と、はい、ここはね17%、昨日47%下がって、下がって、今日は 17% 上昇ということで、スピリットエアラインね、まだ、ちょっと頑張るぞということで、上昇となってますね。はい、ハワイアン航空、うまく買収されてくれってね、18ドル目指してほしいんですけどね。はい、ここが今すごい利益、持ってるのがね、250% ぐらい今、利益出てましたかね。クルーズが、今日は好調。ノーウェージャンが 6% 上昇。ホテル、レストラン、旅行は、好調なんですけど、Airbnb の CEO と CTO が株式売却という、ニュースが出てましたが、それでも 2.1% 上昇です。今、民泊がね、ホテル、の建設とかね、ホテル業界などから反発を食らってね、ニューヨークとかは、民泊のね、ハードルが上がって、規制でね上がっちゃってね、ピンチだったんですけどね、まあなんとか乗り越えてくれたらいいですけど、1ヶ月ではマイナス 1% となった Airbnb ですね。はい、この中でホテルが、マリオットホテルとかヒルトンがね、いつも強いですよね。はい、あと店舗、今日は全部上昇で、電気自動車は相変わらず、地獄絵図となってますね。自動車は今日は良かったです。はい、ドラフトキングスが なんかすごい強くて、1週間でプラス 14%、 銀行なども、今日はいいですね。1週間では、
バンカメシティ、モルガンスタンレーとちょっと決算で下がった銘柄がマイナスになってます。はい、そして、あとはね、今日はペイパル、もうボトムしてきましたね。ペイパル、めちゃめちゃ売られてましたけどね、この中で1年間で見るとね、結構売られた部類ですがね、今日も 6% 上がって、強いですね。アファムも 5%、上昇してます。去年は 400% 上昇したアファムです。はい、あとは生活必需品はマイナス、素材はそれほど動きなし、決算で大きく下げたアルコア、今週はマイナス 9%、 素材はきつい1週間でした。はい、そしてエネルギーですけども、まあ、今ね、船賃が上がってますんで、今週はトームなどが 6.6% ですね。はい、ユーロナブ 0.2%、 どっちかというとユーロナブが公開付近とかね、通りそうな感じですけどね。はい、ということで、今週は以上になります。 SP500 最高値更新してね、来週も勢い続くと思います。はい、じゃあですね、いやー、米国株って本当にいいもんですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら、良い週末をお過ごしください。